東北縦貫自動車道、青森自動車道、青森自動車道は、全区間が、青森県青森市を通過する高速道路である。略称は、青森道。高速道路ナンバリングでは、八戸自動車道、桃石道路、第二道の区有料道路、上北自動車道、道の区有料道路とともに、E4A が割り振られている。青森自動車道は、 青森ジャンクションで東北自動車道から分岐する東北縦貫自動車道八戸線の青森東インターチェンジ伊勢の区間の道路名であり当初は東北自動車道で開業する予定だった将来的には東北縦貫自動車道八戸線と接続し上北自動車道第二道の区有料道路桃石道路を経て八戸自動車道に接続する構想である なお、基本計画区間とは別に存在する、道の区有料道路には直接接続はしていないが、青森東 IC を介してアクセス可能である。キロポスト及び IC 番号は、川口ジャンクションからの通算表示となっており、青森 JCT 起点の表示ではない。なお、青森道には、サービスエリアパーキングエリアが設置されていない。さらに、 青森道を含めた青森県内の高速道路上にはガソリンスタンドが設置されている SAPA が存在しないため青森道から東北道へ向かう場合は東北道上りの花輪 SA まで東北道下りから青森道へ向かう場合は東北道岩手山 s a 以北では高速道路上での給油はできない24時間交通量道路交通センサスより一部データを 抜粋して作成。ありがとうございます。